形で撮られるのはこう珍しいですよね。珍しいですよね。ですからなかなかやっぱこうペースがつかめないというところあると思いますね、はい、ですからそこがもうこの4ゲーム目の課題になりますよね、手前埼玉モーレゴード、向こう側が岡山の森園です。ロングサーブを使う、ノータッチでした。ワンオールです。ここからあれだけ腕を振ってストレートですね。森園は前出て打ってるんですけども、ラケットを見たときにもうクッと回り込んでますからね、はい、ここが素晴らしいですね、両ハンドを振る、しのぐ森園、最後はノータッチ、とんでもないですね。いやーまずいですね、もうこれモーレフォードがどんどん乗っていくパターンになってっちゃいますね。ガッツポーズをしました。 TT 埼玉17歳、スウェーデンからやってきました。天才との呼び声が高いこのモーレフォード、今も前陣でもうカウンターで合わせていきました。あんなことも普通はできないですからね、ミスになりましたけど。そうですね、スマッシュ打ってますからね、入れば漏れパンチですね。そうですね、ハリパンチ、ミマパンチ、そして漏れパンチ、モーレゴードの小さくガッツポーズ、少し表情も柔らかくなりましたモーレゴード、はい、だいぶこの試合の雰囲気とかいろんな慣れてきたんじゃないでしょうか、高い番森園、ここもフットワークが武器の森園なんですけれども、森園がこう何か動きを止められているような印象ですよね。そうですね、それとやっぱりこう読みが早いので、はい、もうこれも高い打点でこうカウンターなんですよね、はい、ブロックじゃなくて、うん、それもこれだけ背丈リーチの長いモールゴードにやられるとこうのだいぶこう体感的にももう厳しいと思いますね、はい、懸命にストレートに持っていきました森園、うんうんと頷いています。こういうプレーでもまだモールゴードに余裕があるように感じますもんね。今のも横入れで返そうとしてましたからね、森園、3球目仕掛けて5球目ドライブに行ったんですがネットに当たってオーバー、4オールです。この辺りのサーブからちょっとギアを入れていくでしょうね。そうですね、眉間にシワを寄せました、険しい表情森園、ロングサーブ入れる、そして3球目、あのロングサーブがやっぱり分からないんですかね、対応が難しいですか。ホームが何種類もあるんですよ、だからもうとりあえず今も当てただけになってしまいますよね、はい、で次また違う構えなんですよね、かつてワルドナーもあのホワイトのロングサーブ得意でしたもんね。おお、森園ファイボールです。まあ、結構こう日本のこうトップ選手だったりしてもこう、いろんなことするといろんなボール返ってきてこう自分がやりづらくなるから、うんうん、自分がやりやすいやり方をしようっていう選択をする選手が多いんですけれども、はい、やっぱこういうモールゴードとかにはそういうことは一切当てはまらないですよね。なるほど、やっぱ相手をこう惑わすというか、まあ、もうこの技術を出すのをまた楽しんでいるようにも見えますからね。そうですね、はい、今も単なる突っつきではなくて本当にもう直前でコースを変えてますもんね。そうですね、よしよしという声、森園必死に食らいついています。はい、シックソール、森園は今はもうあの必死にこうやって形で点数離されないついていくってことが大事ですよね、はい、一本一本積み重ねていきます。はい、こういう粘りがやっぱりこう森園の強さですもありますから、巻き込みサーブ、コースを狙いましたがオーバー、森園リード 7-6。
レシーブから仕掛けた森薗ですが、モーレゴードのポイント、セブンオール。これも出ちゃったんじゃなくて、ハーフロングにして上から打つっていう戦術ですからね。セブンオール。なるほど、打たせておいて待ってるということですよね。はい、森薗があそこにこう横を入れずに下回転でいけば必ずループ来るっていうことを読んで出してますよね。はい、うん、セブン。粘りのラリーを見せました。8セブンです。重要な1点ですよね。こうやってこうシーソーゲームになってますから、はい、必ず1本目を1本目のリードを自分が取っていく。迷いました。台から出るか出ないかというレシーブでした、はい、8オール。でもセブンオールからの1本目を取ったことでまだ8オールですから、はいはい、意気消沈することはないですね、はい、一方モーレゴードは得意のサーブからの展開。レシーブかけた。そうです、こういう風に1本目を取っていくことなんですよ。はい、8ラインです。さあモーレゴード巻き込みサーブ、フォア前に出した。森薗はモーレゴードのサーブで2本取りました。ね、こういう今もちょっとネットイン入りましたけど、ラッキーなこともありますからね、はい、試合っていうのは、粘り強くやっていくといいことありますよ。そうですね。うまいですね。フォア前へのサーブ、バックで回り込んでのレシーブ、1点差。森薗のサーブが続きます。チキータ、おー、森薗のバックをつきました。10オール。いや、渡辺さんも思わずおーと言われました。10-8のチキータのもう 倍ぐらいスピードの速いのが、そうですね、間に合ってないですもんね、ラケット。はい、マッチポイントとゲームポイント、ミスでした。第4ゲームは森薗粘って粘って11対10、これでゲームオール。